ますと石膏ボード、子どもたちは家庭で脱炭素社会の実現でありますとか SDGs の推進でありますとか、そういったさまざまな課題の中で森林林業といったものの重要性、評価はますます上がってきておるということでございます。株式会社大垣共立銀行会社住製材代表取締役会長住隆夫さん、岐阜県内あるいは近隣の県にこの地域の木材を使ったサービスステーションを展開しながら、まずは CO2 の削減をこの SS 建設を通して実現していく、またこの地域の林業の振興活性化、これに対して貢献をさせていただく。低層の町で、集中の時代には違う独自の武器を全部使おうという、ことにしました。でもちろん岐阜の木も、日本を代表する木ですから、その中で使われているわけですが、それ、集中の時代のですね、それが、